最後にパナナマ中央からは南北線、昭和2年に上野から浅草間 2.2 キロが開通いたしました。今から80年以上前に登場した日本で最初の地下鉄です。現在では渋谷から浅草間を約31分で結んでおります。ただいまこちらのメトロパノラマの銀座線、2種類の模型電車が走っておりますが、オレンジ色の電車は昔活躍していた銀座線2000型です。続いてはレッドラインの鳴子線です。昭和29年池袋からお茶の水。ただいまこちらの丸の内線も2種類の模型電車が走っておりますが、赤い色の電車は昔活躍していた丸の内線500型です。もう一方の銀色に赤い色のラインの入った電車は現在活躍中の丸の内線02系です。続いてはシルバーラインの日比谷線です。昭和30年の相互直通運転を開始した路線です。相互直通運転とは他の鉄道会社の路線を京都市線と東急東横線との間を相互直通運転で活躍しております。ただいま走っております電車は日比谷線03系です。まもなく日比谷線03系駅に到着いたします。開通いたしました。現在では長野から西船橋間を約50分で進んでおります。ほら来た本日当館へお越しくださいました。お客様の多くの方がこの東西線をご利用になられたかと思います。また他社線との相互直通運転では開通いたしました。現在では和光市から新木場間の約50分で進んでおります。他社線との相互直通運転は東部と平成3年に駒込から赤羽岩淵間が開通いたしました。現在では赤羽岩淵から目黒間を約39分で進んでおります。他社線との相互直通運転では東急目黒線と埼玉高速鉄道線との間も活躍しております。ただいま走っております電車は南北線9000系のカープルラインの半蔵門線です。昭和53年に渋谷から青山一丁目間が開通いたしました。現在では渋谷であります。ただいま走っております電車は東西線05系です。続いてはグリーンラインの千代田線です。昭和44年に北千住から大手町間が開通いたしました。現在では綾瀬から代々木上原間を約38分、